りましょうか。ああ、そういえばあったね。カレーザーだったら俺の他にあいつも受ける。あの、バーバー、パーパパパか。パーパパ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 。やっとバブル終わったね。よっしゃー。さあ、バブルとかいうクソが終わりますね、これで。はい。売り場に行きたいです。夢夢を買いたい。夢夢買って、北海道乗りたいな。うん。で、ブロックも買える。よし、これだな。頼むぜ。22! これ行ったでしょ。あ、行った行った。よし。とんでもねえ回り方したな、おい。よし、オッケー。これでちょっと夢夢使って、おふざけんなよお前。お前も釧路狙ってんのか。マジでやめてよ、釧路買うのだけは本当にやめて。いや釧路じゃないな、池田だな、取られたらまずいな。池田買うね、マジで。それ買われたら俺は本当に何のためにゴーバーサス10を受けてもらったのかマジで分かんなくなるから。あと網走ね、網走と池田、この2箇所はダメ。今テレポートもないからな、マジで参ったな。これで北海道に乗るしかねえ。なんで俺四国と九州しか行けないの、ね、さっきから。あ、罰当たり、いや罰当たりし、あ、いやでもん、いや、プラス駅で、プラスになったらダメって。うわ、これどうしたらいいの？いや、でも、釧路入られるよりかはマシなのか、もしかして。いや、わかんねえ。嫌いだわ、ほんと、こいつ。次の目的地が東京とかになってフェリー使ってくれるのがベストだな。じゃあもう釧路はもう最悪買われていいから。じゃあ釧路はもう農林じゃないからもう最悪いいわ。こいつがフェリー使ってくれるといいんだけど、もういいよ、もう。じゃあいいよ、くれてやるよ。じゃあそこはもう最悪、他農林手出すなよ。じゃあ農林俺んだからな、農林さえくれれば俺は文句言わねえよ、まだ。いや文句言うけど、言うけどまだあの優しめの文句です。せめてじゃあ大阪買うか、俺は。もう、じゃあ、夢夢でさ、え、夢夢使って一回も東日本に行けないってどういうこと？そもそも。行かねえよ、バカ。ああ、買わなかったな。じゃあ、まあ、セーフとするか。北海道が目的地になる旅にあんな感じになるから、これまずいな。中にも金庫食らってる。うおい、ワッツハプン。うわー、でもせっかくなのに黄色について、あ、でも黄色も借金そんなないし、あいつもゴーバーさせて食らわないといけない対象だから、まあいいか、いいか。ゴーバーサス、でもゴーバーサス10来ると赤と俺のなんか頂上戦争みたいになるんだよな。今まで大阪泊まれてたじゃん。こいつマジで何なんだよさっきから。おめえマジでムカつくな。なんか強い弱いとかじゃねえもん、なんかうぜえだもん。おめえに関してはおめえはただただうぜえじゃん。カード全捨てか。はあ。うん。1か5。よし。あー、でもプロ野球チームが
そっか、1段階目、まあ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 、乗車コンロでいいわ。はい。おお、シーラカンス。公表なんてレベルじゃないですよ。これ普通に世界レベルのニュースになるよ、こんなの。泳いでる姿とか。ねえ。すげえ。公表なんてレベルじゃないからね。世界中から多分人集まるよ、普通にシーラカンスは。生きてる姿はな。10個振りか。いや、でも10個振りは大事だ。借金増やしておかないと、あの、目的地入った後に、目的地入った時に返済するあれが、そう、あれになるから、捨てれるだけ捨ててほしい。できるならマイナス300億ぐらいまでいってくれたら結構まあ余裕が生まれるね。 OK、 とりあえず金器は全部買い戻したから OK。 あと白馬、いや白馬とかどうでもいいわ。これ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 新庄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 、やっぱ池田だな。池田と網走が俺の中ですっごい懸念点だな。さっさと行こう、うん、いやさっさと行けねえな、出目が最短ルートで行きまくろう。で、山形まで行ってだな。山形周辺まで行って新庄ととにかく新庄とにかく帰ればいい。新庄さえ帰ればまあ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 農林はねとりあえずあれだからね。うん、あと懸念点としては赤の所持金、あいつがなんか調子乗り始めたから。もともと所持金プラスだったしな。で、こいつだけなんか赤だけ金魚食らってないもんね。結局黄色と緑がボロボロになってるけど、割と白馬止まりたいからちょっと休校にする。あ、論外。あー、いらねー。よいしょ。いちいちうぜえな。ボンビラス製が全然なんかダメージになってねえな。ほんと22億捨てられて、だから何もう5000万かけ年数ぐらい捨ててほしいよね、普通。おお、リニアやった。あー、わ、うん、それは許さない。リニアだけは割んないで。リニアさえ無事ならまあまだなんか許せる。ニュースーパーの後はマリオだけでいいって。あ、それもダメ。バチ当たりはダメだわ。なんてことするのよ。おい、666割るなよ。せっかくお前サムネ候補なんだから。あれ視聴者が見たがってんだよ、666カードは。知らんけどごめん、理由に使わせてもらったわ、視聴者をよくねえな、ごめんなさい。桜かな、桜の花びら。ふうふう、何多いな、その黒く。網走ね、はい、網走マジで買いに行かないと。5かな。てめえ来んな、てめえは来んな、てめえだけは来んな、てめえだけは来んな、マジで、てめえだけは来んな、てめえだけは来んな、来たら殺す。4か。いらん。来んな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 、マジで来んな、マジで来んな、マジで来んな、来んな、てめえ。これ以上近づいてるよ、俺がお前を殺す。こういうこと言ってっから俺農林買えないのかな。2 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 2
もたも出すな2あ、まあ入っていいか。3、次3。もう目的地ほんと邪魔このゲームの根本崩れるわ目的地邪魔はこのゲームが崩れるもう結局こっち来んじゃんかよ。ちょい向かう方向ずれるか、ちょい軌道修正できるな。頼むぜ、ほんと頼む、マジで帰らせてくれ。俺は農林を買いたいだけなんだ。分かってくれるな。農林物件を買いたいだけなんだ。分かれ、頼むから。さあ、東京の収録はこれで終わりかな。うん、東京での収録はこれで終わりですね。いやー結構やったわ。20何年目ぐらいからこっちでやってたから、まあ、ざっと合わせて60年ぐらいやったことになりますね。うん、まあまあやったね、結構ね。うん、頑張った頑張った。はい、頑張った、頑張りましたよ適当大阪の投資もね、まあいずれやらないとね。まあまあそれはいけるでしょう、なんとか。うん、それは余裕でしょう。大阪はめっちゃ止まるしな、なんだかんだで。よし、まあまあ緑が5番卒中食らったから、まあ話は進んだかな。うん、90ゲーム今ちょっと話進んでる頃だろうし。うん、はい、頑張ったよ俺ね。うんねー、はい、こっから俺編集頑張るねー。